やっほー、始まったかしら。やっほー、あ、始まった。起きてるよ、おはよう。みんな寝てると思ってたでしょ、コメント見てたよ。すみません、3分遅れスタート。日向坂46加藤志穂ファースト写真集ハッシュタグ会いたい発売記念スペシャル。皆さんこんばんは、日向坂46の加藤志穂です。こちらです、今日のハッシュタグは。早速ですが、生アロハ、ちょっと生がこうつながっちゃってちょっと分かりづらくてすいません。最後はやっぱり生アロハ、こちらが今日のハッシュタグですので、こちらのハッシュタグをつけて、ぜひあのツイッターとかで感想ショールームの実況とかお願いします。いろんな方に広めてください。発表早かったかな。牛アロハ牛アロハってスタッフさんからツッコミ入りました。確かに牛アロハみたい。生アロハです、失礼いたしました。ちょっと分かりやすくしようとしたら、イエーイアロハ、三つ編みかわいい、あ、ありがとうございます。なんと今日は写真集で実際に着ているクマのパジャマ、そしてお下げで来ました。とても珍しいお下げです、ありがとうございます。お下げなかなかやらないので、ちょっとだけ恥ずかしいですが、おはよう、牛アロハじゃないよ、おはよう、生アロハ、ありがとう。ガチパジャマ、そう、パジャマです。これはポストカードにもなってますね。はい、どっかにあった気がする。今日はポストカードを持ってきました。どういうかな、証拠写真見せます。じゃあ今から本当に着てるんだよっていう、あるかな。え、あった、びっくりした、ないかと思った。ほら、有林堂さんのポストカードになっております。有林堂さんで購入するとこのポストカードがついてくるんですね。こんな感じで、こういうカツシがついてきます。他にもいっぱいあるんで、あとで紹介しますね。お気に入りのポストカード、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。私のお気に入りはピンクの、意外と思われるかもだけど、このこちらのアンニュイカトシ、ちょっと斜めの地方だ、このアンニュイカトシ、初戦さんの、初戦さんで買っていただくとこちらついてきます。ポストカードね、本当にたくさん種類あって、本当にありがとうございます。これちょっと集めてくださると嬉しいです。全部お気に入りです。はい、ということで、ちょっとどんどん行かないと、いっぱい今日あり、もりもり盛りだくさんです。今日発売日なんですから、発売記念日配信、はい。あ、やばい、番組説明するの忘れてました、すいません。急にいろいろと、この番組はですね、私加藤志穂、日向坂46加藤志穂のファースト写真集が本日発売されたということを記念して配信することになりました。写真集の話をちょっとさっきしちゃったんですけど、これからもいろいろしていけたらと思いますので、最後までお付き合いよろしくお願いします。お願いします。買ったよ、ありがとう、早い、3冊買ったよ、ありがとう、すごいいっぱい、おーす、ありがとう、発売おめでとうって、みんなありがとう。そして今日のハッシュタグはこちらです。最後はやっぱり生アロハ、これで目指せトレンド入り、今日発売日なので目指せトレンド入りをお願いします。パネル展も行きました、ありがとう。そう、今日からパネル展も始まったんです。お願いします。よし、次の話いきます。次はですね、あ、ショールーム購入特典解禁します。
ジェン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 。危ない。出てるー。こちら私です。こちらが今回のショールーム配信中に私の配信ルーム、この下にあるキャッショッピングマークでこのショールームを予約ゲットしていただくとですね、これが今日だけついてきます。こうだ。これちょっと持ってるの恥ずかしくなってきちゃったこれあの夕日です。ハワイの夕方に撮りました。どうですか、セクシー。ありがとう。おへそ、そうだね、おへそ。俺、お、切れてます。ありがとう。もぐもぐかとし届いた。あ、よかった。最初のショールーム配信で予約してくださった方ですね。もぐもぐ配信よし。あのこれを特典はもう今日だけなので22時までゲットできます、この配信ルームで。なので皆さんぜひ予約してください。お願いします。よし、続いて写真集についてトークしていきたいと思いますありがとうございます。おばんちゅかたしも届いた。あら、ほんと？おばんちゅかたしも届いたのか、早いね。渋谷行ったら五軍の控えがめっちゃいた嬉しい、ありがとう。五軍の控えの皆さんありがとう。ん？ゲーセンカットし好きだよ。あ、もう結構見てくださってる。ゲットして見てくださったのかな。ありがとう。21時までじゃなかった。違うんです。すいません。訂正させてください。22時までです。22時までこの配信ルームでゲットできます。はい、渋谷行きたいです。え、そう。今日ね、朝4店舗回らせていただいて、あのパネル店をのパネルにサインを書かせていただきました。コメントとか、あの HMV のコメントを書いてる時にちょうど開店して、そしたら開店直後のお日様もいて、一瞬3人ぐらいと目合いました今日それが嬉しかった。久々にお日様と会えた。のりさんに渡した。渡してないんですね。あ、新宿のも見たよ。ありがとう。そう、渋谷だけじゃなくて新宿にもあります、パネル店あ、胸元危ない。ありがとう、教えてくれてありがとう。お日様優しい。ありがとうございます。山内さん宣伝してた。ありがとうございます。山内さんありがとうございます。いつもお世話になってます。待って、そうだよ、早く次行かねと。はい、情報のおさらいをしますね。皆さん情報がたくさんありますから集中してください。まず一つ目、封入のポスターについてです。こちらでーれん、こちらが、あ、ちっちゃい私出てきたちっちゃい私、あの封入ポスターがこちらの絵柄8種類になってますが、これ両面ポスターなので、あの 4つです。両面ポスター4種類だそうです。これ両面印刷されてて、これどれもお気に入りですね。皆さんお気に入りありますか。紙ショットや、ありがとう。どれ、 赤ビキニやったわ。あ、そうだ、もうゲットしてくださってる方もいるの。赤ビキニはちょっと一番なんかイヤーって感じ一番イヤーって感じ。そう、2面かける4種類ってことです。ありがとうございます。生ピーチ、生ピーチ、あ、確かにピーチショットもありますね。右下好き、あら、本当ありがとう。
はい、こんな感じでポスターが封入されていますが、こちらすべてランダムで入っているので、ゲットして袋を開けて中を見るまでお楽しみっていう感じです。はい、2個目、書店限定ポストカードです。これはさっきもちょっと出しちゃったんですけど、こういった感じで、なんと出してくださいました、17種類もあります。書店別の特典ですね。特典の書店チューンで購入すると数量限定のポストカードがついてきます。17種類あるので、ぜひこちらよく見て選んで、ぜひ数量限定なのでゲットしてください。お願いします。コンプ大変そうだ、コンプしてくださった方いるのかな。何、全部訳してよ、ありがとう、すごいね、目指せコンプ、全部頼んでるよ、すごい、ありがとうございます。ちょっと待ってください、今コメント欄にハプニングピーチのネタバレあったんでやめてください、それだけは。はい、今年全部持ってる、あ、今持ってるよ全部、これ全部ポストカードです。後ろも可愛いです。反射しちゃってるんですけど、ちゃんと写真集の会いたいとか熊の柄が書いてあって裏も可愛いんで見てください。ほのちゃん見てくれたかな、まだ見てないと思う。今日友達に買ってねって宣伝しときました、ありがとう、嬉しい。花冠好き、花冠どれだろう、花冠、あ、あった、これだ、これですね、あらあら、こちらがお気に入りの方がいらっしゃいました。歯磨き好き、みんな結構バラバラだ、まあ、ゲットしてください、ぜひ。時間大丈夫かな、よし、こんな感じで、うわ懐かしいな、これとか結構リアルすっぴんかも、リアルすっぴんに近い、ほぼこんな感じです。よし、じゃあ次3つ目いきます。情報3つ目、パネル展についてです。本日から順次全国11箇所の書店でパネル展が始まっています。ぜひ見に行ってください。 HMV さん3店舗では折り目なしポスターももらえちゃいます。折り目なしポスター今日は用意していただきました。えい、てってれー、こちらです、これが折り目なしポスターです。この名前書いてあるの珍しく、シーホーとか書いちゃってこれ書きました。ぜひこれゲットしてください。折り目がないのは HMV さんの3店舗だけなので、こう本当に折り目ないんですよこれ本当に封入されてるのとかは結構折り目あるんですけど、これ本当折り目ないのでぜひゲットしてください。やっぱ折り目ないってすごいでしょ、なんていうの、ツルツルしてます、こうやっぱそのどこも印刷が欠けてないというか、ポコってしてないっていうのは本当にすごいレア感があると思うので、皆さんぜひ HMV さんの3店舗限定ですのでお願いします。今日 HMV でお日様に会えて嬉しかったな、ツルツルとしちゃう。サイズは何ですか、これ B3 ですよね、 ありがとうございます、B3 です、
これ言うとなんかビーチサンダルとか言ってくる人いるんだよな絶対あ、飛行機ありがとう、イエーイ、飛行機嬉しい、ツルツルカトシ、ね、勝手にハッシュタグ考えないで。お、ショップルームを、お、お、はい、ですね、皆さんこの下にショッピングマークあるんですけれども、こちらこのショッピングマークのこちらで予約していただくと、こちらのポスター、今日限定のポスターが届くので、ぜひ今日予約してください、お願いします。ちょっとあれですね、テニス部で鍛えた、日向坂のダンスで鍛えたお腹も見えております。買いました、さっき買いました、右下ほくろ、サイズ、これすごいサイズ気になってる、これも B3 です。こんな感じですね、カツシの頭からへそ上ぐらいまでのサイズ感です。こんぐらい、ぜひ飾ってください、お願いします。あ、こっちでも見える、買いました、ありがとう。額縁買わんとい、ありがとう、額縁に入れてくれるの、わからんのよB さんです、これ実物サイズです。これ折り目なしですかね、折り目ありますか、すいません、あります折り目あります、折り目なしは HMV さんの本当に3店舗限定なんです。これはもう超ツルツルですあれ、これもツルツルですか、あ、これツルツルじゃない、これはちょっと待って、変なとこでは詰まっちゃった、はい、この HMV さんのは折り目がなくて、この今日のショールームのは折り目があります。今はちょっとないんですけど、届く時にはあるんですけど、でも今日しかこのカットのポスターはゲットできないので、よかったら、いい写真ですスタッフさんが褒めてくださいました、私もお気に入りです、はい、何綺麗、ありがとう、トシちゃん赤ちゃんみたい、え、どこ見てそう思ったの、どの瞬間見て思ったの、ありがとう、ん、東京ドーム何個分、え、難しい、東京ドームの 1.5 席分ぐらい、席で表しちゃった、それパジャマ、あ、そう、これパジャマ、これパジャマです、よし、ツルツルの買ってくれた、ありがとう、ん、ツルツルの買った、 HMV さん言ってくれたってことか、ありがとう。小西なんか言ってた、小西のことですね、小西はなんかね、あ、歯磨きの先行カットで公開され、もうされてるんですけど、歯磨きのカットが好きって昨日も言ってくれました。でもメンバーは、他のメンバーはスーパーのカトシ、スーパーのカトシ好きって言ってくれる子多かったです。じゃん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 、ピアノみたいにコメントじゃんじゃん、全部揃えたよ、本当になんか疑ってきちゃった全部揃えたよって、本当信じてるよ、全部揃えてくれよな、はい、待って、次の話行かないと、次よし、ですね、あ、でもあら、いい調子だ、今日思ったよりいい調子で進んじゃって、今びっくりしちゃってる、行くよ行くよはい、今日は発売日ということで、改めて写真集をじっくり見ていきたいと思います。
写真集がもう手元にある人はぜひ一緒に見ましょう。いますか、手元に持ってる方教えてください。ミーグリで感想伝えるね、ありがとう。ん、今日はトントン進んでますありがとう、毎回見てくれてるってことだ。やさぴー、はーい、あ、結構はーいっていっぱいいる、ありがとう、嬉しい。最近ね、手振るときピースにそのハマってんだ。足長くてびっくりした、ありがとうでも結構メンバーもびっくりしてた、あのそのなんて言うんだろう、メンバーとお着替えするときとかもあんまりミスなんて言うの、こそこそ着替えるタイプなので、多分誰も私を知らなかったからびっくりしてました。そういう感じです。あいつもお、なんだすっぴんハーフみたい、ありがとう、足綺麗、ありがとう。あれ何の話してたっけ、あ、そうだよ、一緒に写真集見ようっていうことだよ、写真集。あ、よいしょ、今日は4種類用意してくださいました。え、こちら通常版カトシ、これクミちゃん大好きって言ってくれました。え、楽天版、こちら大好評、楽天版ハワイアンカトシ、これ一番ハワイ感あるかもしれないです。続いてブランコカトシ、続いてこれ 女性のファンの皆さんから好きってたくさん言ってもらえたお花カトシ、この4種類の表紙です。どの表紙で見ようかな。じゃあちょっとブランコ、私チェーン好きなのでブランコカトシで、見ていきたいと思います。あ、ありがとう、ピューン、飛行機ありがとう、全部かわいい、え、全表紙買いました、ありがとう、お花カトシ好き、ありがとう。じゃあ一緒に見よう、せーの、オープン、あ、待って、これ後ろだった、こっちからだったやばすぎるはい、せーの、ピョン、あ、開けた、ちょっとみんなが見えないから不安なんだけどはい、これあれ、あれありますね、これなんだ、帯だ、帯のこう応募券あります、これ大事ですから皆さん、これここに応募券って書いてあるんですけど、これ大事ですから取っといてください。たくさん買ってくださった方有利かもしれません、抽選で当たるとあのいろいろ当たります。あの私の一押しは私がガチで選んだハワイのお土産です、結構嬉しいと思う。あのいつも一緒に、いつもカトシと一緒に入れるがテーマのお土産、もちろん応募するで、ありがとう、嬉しい。帯込め気になる、あ、本当、秋元先生ありがとうございます。あ、すごい、1ページちゃんと見てる、ありがとう。じゃあちょっと勇気を持って見ていきたいと思います。はい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 、ちょっとこれネタバレ怖いな、でもいいか、今日発売したし、まあ、最初はこういう感じだよねどうやって見てこう、これどうしよう、待って、ハート100個受け取って、ありがとう、すごいかわいい、ギャルカトシかわいい、え、どこがギャルだったのよいしょ、何も伝わらないな、オッケー、待って、最初は結構パンケーキ屋さんで、初めて、これはね初めての撮影だったと思う、ハワイについての、そうだよね、そうだ、だからちょっと緊張してたんだけど、あ、お気に入りカット紹介、なるほど、まあちょっとこれは、まあ、顔って感じですね、これでも見せちゃいけないですよね、あんまり、そうですよね、じゃあちょっと見せていいか確認してから皆さんに見せますから。スパイダーマンいる、お、見てる、一緒にスパイダーマンいますよ、私スパイダーマン大好きなんです待って、ピーチまで進んでる人いる、はいはい、で、チェーンですね、チェーン、
彼氏ブランコ大好きで、マーケット朝マーケットお花かとし、彼氏いろんな水着着たんですよ。ピーチ、どうしようかな。あ、これはでももう公開されてるから、これ好きです、お気に入り、キャップとか大好きなんですよね。青、ありがとうございます。これこのアイスよく見るとこのアロハっていうワッフルになってるんで、あのゲットしたらぜひ見てみてください。小西が横顔好きって言ってくれました。小西に初めて、あの小西っていうのはあの日向坂の4期生の子なんですけど、小西さんに初めて見せた時、横顔をずっとこうやってなぞってました。可愛かった可愛かったとか言っちゃった。これ見せたらどうしよう、恥ずかしいね。ハプニングピーチのとこ早い、待って追いつくからちょっと待って。このお気に入りショット、今日ザ・タイムさんであの公開された、ダダン、あ、また口手で触っちゃった。これ今日の記者会見でも開いたんですけど、この両面カトシ、これお気に入りです。これ小西さんがなぞってましたね。こうやってこんな感じで帯取れちゃった。美人さんありがとう。横顔イケメン、え、イケメンって初めて言われた。あ、でも歯磨き小西さんが好き、だって小西の話しすぎじゃん。小西さんが好きって言ってくれたこのページのもうなんかイケメンって言われた小西さんに。待って、私もハプニングピーチ来たちょっと小西大好きじゃん。うん、トシちゃんイケメンやから女の子のファンも多いので。あ、そうなのかな、イケメンって思ったことないけども、相思相愛ですね。ありがとう。撮影前に体作りしたの、してないの実は。あのツアー期間中で結構運動量あったから、スノーボディで挑ませていただきました。してないんだ。そうなの、テニスのポニテカトシ好き。あ、嬉しい。ハワイでテニスしたのめちゃめちゃ気持ちよかった、開放的で。あ、ありがとう。飛行機ツアー中に撮影した、うん、そう気づかなかったでしょ、ハワイ行ってたの。私もね、気づかなかったぐらいナチュラルに行ってた。メンバーも気づいてないかもしれないぐらい。思ったよりハッピングピーチだったリアルな感想ありがとう。楽天版で予約しましたって方多い、ありがとう。ハワイの香りした、え、待って、小西もハワイの熱気がすごい出てくるって言ってた。あ、飛行機ありがとう。気づいたよ気づいてっていうコメントあった。ハワイって近いの？いや、遠すぎず近すぎずみたいな。12時間ぐらい乗ってた気がします。でも私12時間ぐらいですか、3時間違う、8時間、あ、8時間でした。思ったより近かった。でも8時間私ずっと寝てて、もう気持ちいいぐらい爆睡してました。夢見てないもん。ハワイ、ん？時差受けた。時差受けたよ。ちょっとあっち着いて、あの一瞬あの、ね、寝落ちしそうな時あった。あの今日さっき遠くに寝てる私送ったのでよかったら見てください。仕事トーク、あのアプリ、メッセージアプリがあるんですけど。ありがとう飛行機。おねんねかとし、そう、メッセージアプリになんかあの Vlog 載せて、その最後に寝てる私送ったのでよかったら見てください。インタビューもよかったよ、ありがとう。お、
危ない、中身見せちゃったかな今、しかも危な、はい、皆さんお忘れの方もいるかもしれないのでもう一回告知させてください。今日の生配信中にこちらのショッピングマークのところから予約していただくと今日限定でこちらのポスターが、イーサンポスターがついてきます。コメントも入ってます。あのこのショールーム配信中でしかこのポスターゲットできないので、あ、ありがとう、なんかね予約してくれるとこのね飛行機飛んでくるな、飛行機大好き、ありがとう。あのクミさんも飛行機大好き、みんな飛行機大好き、飛行機ってかっこいいよね。あ、何ですか、突然ですがこちらをご覧ください。どうしちゃーん、山ちゃんだよ大丈夫、それも皆さんこんばんは、どうしちゃんのマブたち山ちゃんです、久しぶり、今日はありがとう、ハッシュタグ会いたいをなんと初めて見ることができます、嬉しい、楽しみにしてたよどうしちゃん、なんか久しぶりで泣きそう、会いたいね思ってる、本当に思ってますか、会いたいわ体験させていただきます、本当に、うわ、としちゃんだ、そりゃそうでしょ、としちゃんだ、かわいい、1枚目としちゃんじゃなかったらびっくりするでしょ、あ、かわいい、としちゃんはね、うん、お尻がかわいいんですよね、お尻がかわいい、としちゃんのお尻はね初めて見たじゃん、クリームパンぐらい、絶対いつもお尻見てるみたいに言わない、言ってるけど、あ、女神じゃん、ありがとう、夢かと思いました、ん、え、ん、え、見えてない、見えてるよトシちゃん、何がスカート、うん、それハプニングピーチね、おー、一番インタビューだって、うん、そうだよ、多分見たら泣いちゃうから見ない、まだ、うん、そうだよ。あ、そこのトシちゃんがいる。そうだ、あ、そう、そこ見どころ、山ちゃん。ありがとう。わあ。え、急に終わった。写真集でした。ブチ。トシちゃんに。うん。会いたい。うん、会いたい、私も。なんか電話、テレビ電話してるみたいな気分になっちゃった。って感じでした。トシちゃん。焼肉に行きましょう。あ、面白い。バイバイ。急に山ちゃん、これ結構本当にサプライズです。びっくりした。あ、びっくりした。山ちゃんありがとう。山ちゃんありがとう。嬉しいんだけど、こちらの写真集も届いてます。ちょっと待って、怖い、再現度が怖い、しかもこの浮き輪の中で腕組んでる、待って、腕組んでたっけ私、入りきってない、のりさん可愛い、え、マジでのりさん会いたい、あー、ボタン開いた、ハプニング、ハプニング、でも大丈夫、中にちゃんと着てるから、あれ、もう一つ、え、待って、ねえ、のりさん待って、今までで多分一番再現度高いんじゃないんですかこれ、のりさんのねマジのりさん好きすぎる、会いたいよのりさん、レコメンお疲れ様会、火曜日だけやってないんでお願いします、誰か漢字やってくださる方いませんか、じゃんけんたさんとか漢字お願いしますね、アンニュイノリさんやばいね、みんなも大興奮してるじゃん、小さいお花懐かしい、ノリさんがライブにお花くれたけど初めてだから小さすぎて浮いちゃったやつねあー、嬉しすぎて喉かいてた、待って、今日本当に、え、何ですか、コメントもいただいてます、え、ねえねえ、ちょっと待って、本当に嬉しいんだけど
写真集ハッシュタグ会いたい発売おめでとうございます。ありがとうございます。いや私もですね写真集の方を見させていただきました。会いたい、ちょっと加藤さん、うん、僕はね加藤さんとずっと一緒にレコメンというね、番組のダブルパーソナリティやらせていただいたんですけども、メイキング、まあ、いろんな加藤さんを見てきたつもりではいたんですメイキングゲスト何だったの。ハッシュタグ会いたい見させていただきましたがまだノリの知らない加藤さんがいたんだな、悔しい。なんでメイキング映像を深さにですね私もびっくりしております、うん、絶対呼び刺すじゃん。これからもですね、加藤さんのことを応援しておりますので、指刺さなかったよかった、写真集おめでとうございますとは言いましたけども、セカンド写真集、サード写真集なんかもね、私は記載しております。嬉しい。また、どっかで会えたらなと思っております。以上、お天気のりでした。今、ハートがぶつかり合ったのりさんと私のボーン。嬉しすぎる。どうしよう。なんかもう嬉しいことありすぎてなんか泣きそうなのにもう泣けないや。嬉しすぎると人ってハッピー嬉しすぎる。めっちゃ嬉しい。本当に嬉しい。なんか2人とも仲良しの2人がどっちも程よく適当で嬉しすぎる本当に大好きな2人からコメントとなんか見てくれて本当嬉しい。ありがとう、ありがとう。本当に本当に嬉しい。なんか本当に嬉しすぎて嬉しいしか言えなくなっちゃった。まず山ちゃん、待って整理しよう。山ちゃんはなんか私のお尻がクリームパンぐらい可愛いって言ってて、山ちゃんにとってのクリームパンの可愛いのレベルがわからないからそこでそう思っちゃった。でも山ちゃんに本当しばらくの数ヶ月会えてないから私も本当に会いたい。元気？あのここでちょっと文通みたいなしてるけど元気？あの時間あったらご飯行こうね。あの近況報告とかしましょう。ヤムちゃんといるとねずっとねあのね薄いというかまあ悩みちゃんとした相談もするけどあのずっと薄く笑ってて楽しい。薄く笑う、まあ、爆笑なんだけど、なんて言うんだろう、ずっと笑ってて楽しいんだよね。多分ね私がバカすぎて山ちゃんが諦めてるの会話、それが面白くて。あとあの、ね、のりさんはあの再現度高すぎてなんかあの今までのりさんいろんな方の再現されてますけどちょっと愛こもりすぎてた。カトシエので感動して結構うるうるしきてたけどなんか自分のコメントの前にメイキング映像挟んでたのがちょっとびっくりしちゃったけど最高、ありがとうございます。クリームピーチ？やめて、クリームピーチじゃない。のりさん久々に会えた。画面越しだけどもう一回見たい？もう一回見れるんですかね、のりさんの。嬉しいです、もう一回見れたら。私もどれ見ますか？メイキングだけ見るとかできますかね。あ、じゃあお願いします。メイキングどうぞねえこれ何？しかもなんかありがとうございますもう一回なんか面白かった、幸せ。のりさんツイッターに載せてほしいね。載せてもらいたいね、保存したい私も。なんかもうちょっと待って、幸せなんだけど、なんか今日いろいろ幸せなことがありすぎてちょっと怖い。こういう時なんか幸せなことが連続するとその後恐ろしいことが起きるんじゃないかっていうのを考えになっちゃって今めちゃめちゃ怖い。今幸せすぎて、だからちょっと自分の頭をこうやっとく。こう
よし、こうしとけば。あ、残念ですが、そろそろエンディングです。待ってください、このみんなでゆっくり写真集を見ようって絶対フェイク企画だ。だっておかしいって思ってましたもん。やばい、ドッキリ初めて、嬉しいです、ありがとうございます。ありがとうございますとか言っちゃった。結構今今年一可愛らしくありがとうございますって言えた。別れたくない。え、待って、どうしたの。なんかちょっと待って、どういうスタンスで私と向き合ってる。ありがとう、今までありがとう、別れよう、そろそろ。本当にこれ神回だね。まだ別れたくないな、また、ま、もう一人いるな。また会いたい。会おうね、会いたいよ、カトシもお日様に会いたい。ほら、会いたいよって顔してる。会いたい、こっちだ、あれ、こっちか、会いたい、会いたい、会いたい。自分で再現し始めちゃった。あ、この裏表紙大好き、これの裏表紙おすすめです。急におすすめし始めちゃった。じゃあちょっと最後に言いますね。こちら、あの22時までしかゲットできないので、皆さんぜひ飛行機ビューンってお願いします。ショッピングカート、ショッピングマークから予約できますので、よろしくお願いします。こちらのカトシぜひゲットしてください。別れましょう、そろそろ。別れないでくれ。日向坂のレフ行きます。キャンキャン、みんな大事なこと言わせてたよ。なんと、次回のキャンキャン8月号、私表紙をさせていただくことになりました。本当に嬉しいです。この写真集チームは皆さんが再集結して撮影した、このこれ野外なんですけど、夕日でエモショット、23日発売です。あれ、今日何日だ、20だからあと3日後じゃないですか。びっくり、なんか待って、今日6月で、6月早っ、かわいすぎ、ありがとう。え、待って、6月さっき始まったんだけどな、びっくり。ちょっとまあ充実してたということで、じゃあ皆さん3日後、こちらも軽い、なんかキャンキャン軽い、すごい持ちやすい、わわやばい、わわわわわって、キャンキャンスタッフさんが今わわわわって、あ、メルルにも会いたいな、メルルと動物クイズがしたいです。よし、バイバイ。あれ、間違えたかも、こうちょっと間違えたかも。ぜひ、あの今日発売の、こちら通常版を出しときますね。通常版のこちら、本日発売の私のファースト写真集ハッシュタグ会いたい、もう店頭にすごいたくさん並んでおります。パネル展もさせていただいております。渋谷にはあの大きい広告が展示されております。私もいつか絶対行きたいと思っております。ぜひ本当にゲットしてください。お、そしてですね、公式ツイッターがありまして、まだまだ情報を解禁することはたくさん、情報を提供することはたくさんありますので、公式ツイッターカトシアロハ、ぜひフォローしてください、よろしくお願いします。こんな感じです。皆さん伝わりましたか、私の気持ち、会いたい、お日様に会いたいよ、私もめでたいね、ありがとう。バイバイ。会おうね、またショールームまたやるから、バイバイ。あ、その写真集ショールームとかじゃない、これが最終回なんだけど、またいつかやるからね。今年会いたいよ、ありがとう。バイバイ。またね。
本当にバイバイ。写真集ゲットしてください。これどうやったら終わるんだろう。待って。